ト出町は、かつて、富山県西都並郡にあった町。1966年2月10日、高岡市に編入合併された。この項目では、現在のト出地域についても解説する。現在のト出地域は、ト出、デ、第五、ゼド、北半野の四地域から構成される。陸路での大量の物品運搬が困難だった時代。 小川の本流だった千穂川の水運は、都並の大道無役だった。また、中世以降北陸道の主道として栄えた、城市街道は、高岡会長の後も多くの人の往来があった。そんな千穂川と、城市街道が交わる要所の地に、発展の可能性を見出した、都並軍下中城村の十村の河合又江門は、1617年に、この地の深海を、 加賀藩に願い出て、許可を得た。江戸時代初期、都並平野平野部の開墾が、盛んに行われたが、戸出地区は、都並平野平野部において、最も歴史の古い町である。戸出会長の後、出町、福野、福光、津沢の順に、都並平野平野部に、他の町が成立していった。その後、戸出地区では六歳市が開催され町として、形態を整えてた。 だが、高岡の町に近かったこともありしは、次第に捨てれていった。1635年頃よりカラムシを原料とした、麻の生産が盛んになった。以降、麻は、土井出地区の特産品として知られるようになった。1654年には、当時、都並郡で、最大規模の都出魚像が置かれた。また、福密道、加賀街道、稲美城上など 城主街道の宿場町としても栄えた。2003年のトイデコトイデ遺跡発掘の際には8世紀後半9世紀頃の弾き水器が見つかっており、平安時代にはこの地域に集落が存在していたことがわかっている。演儀式、おののみや年中行事等平安時代の書物にごま油が越中の特産品だった旨の記載があることから、 その頃当地でも、ごま油の生産が盛んであったと推測される。また、奈良時代の東大寺領を所演、署名昼村が、トイ市野瀬近辺に存在したとする学説も発表されている。旧、トイレ町の町章は、という文字と桜の花びらを図案化したものである。桜の名所として近隣に知られたトイレ公園の、桜を意識してデザインされたと考えられる。 1966年2月10日に高岡市になるまで使用された。現在、毎年7月6日に行われる、トイデ七夕祭りの民謡踊り貝い流しの際に、この町賞がデザインされた浴衣が着用されている。1960年のトイデ町には、以下の映画館が存在した。上花線一般国道主要地方道、一般剣道七夕竹飾りの本数では、 日本一の規模を誇る豊出七夕祭りの夜景市街地域は、朝鮮志向前の豊出、小トイ中宮の三村の領域からなる。1966年以前は、豊出町以下に1889年の朝鮮志向前の旧村名、大技な地盤を付していた。古い家の表札には、今でも下のような住所で書かれていることがある。 西都並郡豊出町豊出デア魚頭道縁番地。1966年、高岡市への編入合併に伴い変更され、下のようになる。高岡市豊出町豊出デア魚頭道縁番地。1971年、市街地域を1丁目から5丁目までを以下のように割り振り、現在に至っている。なお、6丁目と7丁目は、歴史の項目にある通り。 これ以降に開け待ちしている。高岡市豊出町二丁目番号。現在の地名は以下の通りである。ありがとうございます。